この合宿で頑張りだったり前向きな姿勢だったりを見てもらって、難しい振りだけど踊れたらすごい楽しいので楽しかったです。なんか思ったよりもめちゃくちゃ振りがきつくて体力がもうグダグダでした。先に昇格したメンバーとかいて悔しいから、悔しいと思ってる分ここで発揮して、なんかオーディションの時よりなんか難しかった気がします。悔しい。やっぱり昇格したかったなっていう気持ちはあります。最初のあのネモハモルーマを踊った時はもう足が棒になるみたいで、もうほんと動かなくて、結構 AKB48 さんとかの中でも難しいって言われてる曲だから、なんかその課題曲が来た時もびっくりして踊れるかなって思ったんですけど、頑張って覚えて踊れてよかったです。体を伸ばせなくなっちゃって、こうしたら痛くなっちゃうんですよ。で、ジャンプとかしたらってなっちゃって、どんどん差ついちゃうし、めっちゃ悔しい。最近ちょっと体調があまり優れないんだよねっていう話をしてくれてたので、すごいいつもレッスンの時とかも覚えてこなきゃいけない振りとかあったりしても、なんか誰よりもちゃんと覚えてきてるっていうイメージがあったから、それを感じさせないうららもすごいなって思ったし、でも逆にそれに全然気づけなかったのもちょっと後悔というか悔しいなって思います。足練習してる時に足をやってしまって靭帯をですけど、なんですけど、でも勉強しようと思って来ました。一緒に参加できなかったのが悔しいし、でももちろんうららが一番悔しいと思うし、でもその熱量は私は知ってるから大丈夫だよっていうのは伝えたいなって思います。やっぱり昇格したかったなっていう気持ちはあります。でも不器用だからこそまだ積み重ねが足りないなとか、大人の方々の信頼を得るためにもまだまだ積み重ねが足りないなって思うことがあるので、なんか結構本当に毎日悔しくっていつの間にか泣いちゃうみたいな時もあったりしたりでしたね。結構思い出したらなんかすいません悔しい。まだ自分には足りてないところがいっぱいあるんだなっていうのが分かったし、だからさらに前よりも頑張ろうっては思いました。だから結構前向きな気持ちに、それがあったからこそ今前向きに頑張ろうって思えるところもたくさんあるので、よくまあいい部分もあったりもします。はい、多分この気持ちは忘れることがないかなって思ってます。めっちゃ自信があるみたいで、ないですね。みんなで頑張りたい。頑張ります。
いや、すごいです。ドキドキずっとしてます ね、ドキドキするね。ネモハもしっかりした大盛り先を見せれるように頑張ります。よろしくお願いします。いつも応援してくださってありがとうございます。私も皆さんのことを応援できるようにこれからも全力で頑張るので見ててください。私たちが皆さんを笑顔にしてると同時にファンの方が公演に来てくれたりとかしてすごい私たちも元気もらってるので私たちも頑張るので一緒に応援してくれたらなって思います。本当に嬉しい言葉をいつもいただけてるおかげでコールとかもいつも本当に頑張れてるしこれからもファンの人たちのために頑張っていきたいなと思うしファンの人たちを喜ばせれるようなお仕事を、ね、できたらいいなと思います。公演の時とかうちわとかペンライトとか振ってくれるの嬉しいしなんか SNS とかもなんかちゃんと見てるのでこれからもお願いします。これからいろんなこと経験してダンスが上手なさあちゃんとかカレンとかに聞いて頑張りたいと思います。公演とかやっぱ私が出演するたんびに初出演の時とかはやっぱりたくさん喜んでくれたりとかコールたくさんしてくれてありがとうございます。みんながちょっと落ち込んだりしててもSNS で大丈夫だよって言ってくれてめっちゃ助かってます。ありがとうございます。毎日配信をしていてその毎日配信で朝5時とかからやってもはんちゃんが配信やるから起きたよって言ってくれる方もいてたくさんいて本当に私のファンの方には本当にめっちゃ感謝してます。ありがとうございます。悔しいこととかなんかまあ嬉しいこととかもですしそれにいつもなんだろう反応してくれていつも応援をしてくださって本当にファンの方たちの力にすごく救われたことが何度もいっぱいあります。なのでこれからもたくさん思い出を作りたいのでこれからもよろしくお願いします。お願いします。大好き。いつも応援してくれたり公演とかにもうちわ作ってグッズも買ってくれたりしてくれて本当にありがとうございます。ファンの皆さんがいるから私は元気に公演とかに出ているのでこれからも応援し続けてくれると嬉しいです。他の人とかにダンスがまだ追いついてないと思うからたくさん自主練してセンターで踊れるように頑張りたいです。昇格の発表があった時に応援協力が足りなかったとかこれから頑張っていこうねとかいろいろやってくださるんですけど私も足りない部分もあるのでこれからも引き続き頑張って成長してこれからも皆さんと成長して楽しい思い出をたくさん作っていけたらなと思います。これからも応援よろしくお願いします。